こんにちは、青22号です。青島の45分の1電気機関車 EF66 後期型のキットの紹介をしていきます。このキットは以前から販売されているディーゼル機関車 DD51 に続いて第2弾となるキットです。45分の1というスケールは鉄道模型として考えるととても大きいスケールで、パーツ数も相応に多くなっています。ランナーの枚数だけでも32枚あります。パーツの番号は全パーツ通し番号になっていて、最後の番号は325になっています。同じランナーが複数あるので、全パーツ数は1000パーツくらいになるそうです。24分の1のカーモデルと比べると大きさの違いはこのようになります。今回作るにあたってこのような本を準備しました。初期型と後期型の違いの一つにハッチの位置の違いがあるようです。キットの車体にはハッチのモールドなどはなく、説明書を確認するとエッチングパーツを貼ることになっています。ハッチの形状のエッチングパーツを貼ることで再現されるようです。ランナーの入った袋はパーツを保護するためか二重になっているものもあります。ちなみにこのランナーは同じものが3枚入っています。台車が3つあるのでランナーも3枚あるというわけです。パーツの状態は比較的良好だと思います。実際に組んでみるまでは分かりませんが、ざっと見た限りでは何か問題となるようなところはなさそうです。いつもだとランナーの状態でサーフェイサーを塗るところですが、小さいパーツが多いので組み立てながら塗っていくことにします。金属シャフトが入っていて、車輪の車軸の中に仕込むことになっています。これは強度を確保するためでしょうか。パンタグラフのランナーです。このキットのパンタグラフは下枠交差式という小型のものになっています。実車では製造当初はひし形のパンタグラフでしたが、後に下枠交差式に乗せ替えられていきました。1枚のランナーにパンタグラフのパーツを全て収めているところを見ると、今後ひし形のパンタグラフも製品化されるのかもしれません。ちなみに台座の形状を見る限り PS22B 型になっているようです。運転席の窓枠です。パッと見気になるのは枠状のリベットのようなもので、実物の写真を見るとここはネジ止めされているところのようです。実物はここまで凸リベットになっているわけではないので、ここをこのまま使うかどうかは検討の必要がありそうです。いっそのこと削ってしまった方がいいかもしれません。車体正面の飾り帯のパーツは2種類入っています。切り込みの位置の間隔が異なります。実物の写真を確認すると確かに切り込みが存在していて、切り込み同士が離れているものと接近しているものとの2種類があるようです。資料本の写真をじっくりと比較検証していくと、どうやら31号機までが離れたタイプで、32号機以降は狭いタイプのようなので、ナンバーを選ぶとき注意が必要です。車でいうとシャシーにあたる台枠を見ていきます。台枠のパーツはランナーがなく単体で袋に入っています。これはもしかするとパーツの歪み対策かもしれません。パーツには1などの数字がモールドされています。これは1側2側を示すもので、前後同じ形にできているように見えても、構造上は前と後ろが決められていて、前側を1側と呼びます。説明書上でも1単という表記で識別されていて、ところどころ重要になってくるので注意が必要です。同じように見えても形が違うところがあるので常に確認が必要です。台枠にはポリキャップを仕込むことになっていて、台車の固定はポリキャップによって固定することになっています。車体正面にあるスカートを見ていきます。このキットは後期型を再現していることになっていますが、後期型が何を指しているのかは少々謎です。それはこのスカート部が手がかりとなりそうです。資料本の表紙の写真のものにはエアホースがついています。一方、別の写真を見るとホースではなくジャンパ線がついています。実はホースがついているものが貨物用、ジャンパ線がついているものが客車用だったりします。ところが何もついていないものの写真もあります。つまりこれがキットで再現されているタイプです。実はホースもジャンパ線も JR カゴに取り付けられたもので、キットが再現しているのは国鉄時代の末期の状態を再現したものとなっているのです。ちなみにパーツはホースやジャンパ線を取り付ける隠し穴などはないようです。その他ナンバーやメーカーズプレートがメタルインレットによって用意されています。同じ内容のものがデカールでも用意されているので好きな方を使えばいいようです。ヘッドマークのデカールもありますが、もちろん台座のパーツも用意されています。何色で塗るかですが、説明書ではボディカラーはガイアノーツの鉄道カラーで指示してあります。内装のグリーンに関してはクレオスのカラーによる混色の指示が書かれています。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。